師匠、カカシ先生との演習を無事に終えました。うん、その様子だと成功したようだな。よくやった。でさ、ばあちゃん、早速だけど任務とかってないの？ちょ、あんた練習が終わったばっかだってのに何言い出してんのよ。いや、これからまた任務ができるかと思うとなんかうずうずしてきてさ。なんつー体力してんのよ。まあ、やる気があることはいいことだ。そんじゃ。と言っても本格的な任務はまだできないぞ。今回できるのは簡単なやつだけだ。オッケーオッケー、それでいってばよ。じゃあこの中からやりたい任務を選びな。よし、そんじゃ行ってくっかな。さくら、お前もナルトについて行ってやれ。はあ、わかりました。頑張るってばよ。Shoot again!
終了ね。よし、そんじゃ次の任務をもらいに行くってばよ。
それじゃあ師匠に終了報告しに行きましょうか。うん。ばあちゃん、任務全部やってきたってばよ。ああ、よくやってくれた。なんだかんだで動き回ったな。次は何を。腹が鳴っちまったってばよ。まああれだけ動けばお腹も減るでしょう。
それじゃあそろそろお楽しみのあそこに行こっかな。聞くまでもないけど、どうせ一楽でしょ。その通り。久々に一楽のラーメンを腹いっぱい堪能する。ってわけで、さくらちゃんも一緒にどう？いや、悪いが、さくらはここに残ってもらう。ちょっと頼み事があるんだ。頼み事？だったら俺も手伝うけど。そうしてもらいたいのは山々だが、医療に関する依頼なんでな。うっ、それはちょっと役に立てそうにねえな。ま、あんたは一楽に行って思いっきりラーメンを楽しんできなさい。だな、そうさせてもらうってばよ。一楽のラーメンを。お？ち、鹿丸？おいおいおい、ナルトじゃねえか。戻ってきてたのかよ。やっぱ鹿丸か。お前はあの時のチビか。あれ、お前ってば確か砂隠れの手まりだ。久しぶりだな、渦巻きナルト。おお、久しぶりだな。ってわけで、さっきまで演習を受けててさ。帰ってきて早々忙しいやつだな、お前は。ところで、お前たちは何やってんだ？もしかして、デートですかい？冗談はよせ、なんでこんなやつと。私はただ次の中忍試験の打ち合わせで木の葉に来ているだけだ。中忍試験？そっか、中忍試験か。懐かしいってばよ。いや、懐かしむのはいいけどよ。お前どうすんだよ、就任試験。え、なんで？なんでって、俺らの同期で就任になってないのお前だけだぜ。じゃあさくらちゃんも長次も日向も就任なあ。っていうか、お前以外はみんな就任って言ってるだろ。そんな、まさか俺一人芸人だなんて。まったく、何か騒がしいと思ったらやっぱりお前だったか。え、イルカ先生、この3年でお前も少しは成長したと思って。わはは、久しぶりだってばよ。イルカ先生も全然変わってね。やれやれ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中二になってんのに俺だけ。まあまあ、とにかく落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるから。ね、ジライア様との修行終わったんだろ。だったら今日は修行終了祝いとして好きなだけラーメンをおごってやる。おー、ラッキー。俺ってばちょうど一楽に行こうとしてたんだってばよ。それじゃ俺は先に行ってるからな。そっちの話が一段落したら一楽で合流だぞ。イルカ先生とラーメンか。なんかすげえ嬉しいってばよ。
ミッション風影奪還。ラーメン、ラーメン。あ、そうだ、鹿丸たちも行こうぜ。一緒におごってもらおうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな、遠慮しておく。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方ねえな。まあ、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。と、これは本格的に腹が減ってきた。早く一楽に行かねえと。俺たちの分まで楽しんでこいよ。あ、じゃあな、鹿丸、手まり、また今度な。分かった。何杯食べようかな。たく。なるほどな。だからあんなに騒いでたのか。はあ。みんなは中人で、俺だけ下人か。おいおい、下人中人って、そんなにひがむなよ。お前は、あのジライア様に直々に教わってんだから。まあね。でもさ、容赦なしだってばよ、エロ仙人ってば。額当てとか服とか、ボロボロになっちまってさ。慎重しなきゃならなくなったんだぜ。でもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろ。うん、今じゃイルカ先生より強いかもね。何言ってんだ、まだまだ俺だって負けやしないぞ。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした？そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど。あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは？あの、ガーラはどうなったんだってばよ。あの子か。まさか、中二ってだけでなく上人に？いや、あの子はちょっと別格だ。別格？